甘粛省は、中華人民共和国北西部に位置する省。省とは、蘭州市。中国大陸の北西に位置し、西に、新疆ウイグル自治区、青海省、北に、冥華海賊自治区、内モンゴル自治区、南に、四川省、東に、潜水省と接している。黄河が中央部を横断する。その西側の省域は、山岳に挟まれた狭く長い平地に沿って、 西北東南方向に長く伸びる。これを火星回廊と言い,い、西域への交易路であるシルクロードの一部であった。東大には中国の領域は火星回廊生誕の過酷関で尽きるとされた。古くからモンゴル、西域に接する重要な場所であり、関大には領州と呼ばれ、北層に関州と宿州があった。聖火王国がこれらを合わせて、 甘粛軍師を設置したのが甘粛の名の起こりである。現代に甘粛行省が設置され昇級レベルの行政区となった。新代に甘粛省が成立した。姉家と同様イスラム教徒の海賊が多く、蘭州はイスラム都市の間を呈している。チベット人の自治州が南部に自治県が西北部にある。甘粛省は次の十二地球、市。 二次奇襲を管轄する。秋田県、甘宿省交流事業秋田県。ありがとうございます。